本日は日産ルークスに乗っています。福島県のいわき市の方に向かいます。確かにエアコン止めるとちょっと加速良くなる感じはしますね。はい、まもなく高速道路を降りますね。結構いい燃費できました。ちょっと高速道路を降りたところでご報告したいと思うんですが、カタログ燃費と比べてもこれはいいんじゃないでしょうか。ではいわき中央インターチェンジで高速道路を降ります。高速道路を降りました。じゃあここで、走行距離そして燃費を見ましょう。はい、ここまでの走行距離が 107.6 キロ、その間ほとんどの区間を高速道路の走行で走ってきました。そしてここまでの平均燃費がリッター 23.6 キロです。カタログ燃費よりも、いい数字が出ましたね。今カタログで表示される燃費の計測基準というのが WLTC モードという名前のものを使っているんですけれども、これは世界的な計測基準でして、で以前は WLTC モードを使うようになる以前は JC08 というものを使っていたんですが、それと比べるとその数字と比べると現在の WLTC モードというのは燃費は低めに出ています。より実際の走行に即した、燃費計測結果がカタログに記載されるというものですね。で、WLTC モードはトータルの平均燃費の他に、市街地モード、郊外モード、高速道路モードと、3つの計測結果を表示してくれています。今回は、高速道路モードの計測結果と、比べてみるんですが、高速道路モードの計測値よりわずかに、今回の計測結果の方がよく出てはいるんですけど、かなり近い数字にはなってますよね。これまでも、当チャンネルでたくさん他の車でも燃費の計測を行ってきたんですが、割とどの計測結果を見てもこの WLTC モードの記載値にほとんど近い数字が出てるんですよね。もう以前の JC08 モードでの計測値はそれと同等の燃費で走ろうと思うと、正直かなりエコ運転に気を使って、相当丁寧に走らないと同じ数値出せなかったんですけれど、今はカタログに記載されている数字っていうのは結構普段の走行って、遜色ない値なんじゃないかなと思います。やっぱり車を買うとき燃費、この車の燃費はどのくらいなんだろうっていうのを気になると思うんですけど、前だと例えばカタログの燃費に 0.8 をかけたぐらいが、その数字かなとか、そういった見方してたんですけど、今はカタログの燃費で信じていただいて、いいのかなと思います。もちろん季節によって、冬場の方が燃費が落ちがちだったりとかっていうのはございますし、走り方、あとはタイヤの状態とかそういったものによってもちろん変わってはくるんですが、かなり参考になる数字になっていると思います。では目的地まで残り 4.4 キロ、この区間は市街地と郊外にあたるような区間なんですが、引き続き走行していって最終的な燃費の計測結果を皆様にお伝えしたいと思います。目的地に到着しました。福島日産いわき平田店です。では最終的な燃費を見てみましょう。はい、
走行距離がここまで 113.6 キロ、そして平均燃費が 23.4 キロ、リッター 23.4 キロでした。かなりいい数字出せましたね。なおかつここまでの100キロ以上走ってきましたけれども、私乗っていて運転していて疲れたっていう感じがほとんどないです。運転していて発生する疲れの原因いろいろあると思うんですけれども、例えば、乗っている時の発生するロードノイズ、走行音でしたり、あとは車の振動、そして車がこう横にぶれたり車体が不安定になると、それを運転して制御するためにまあ緊張したり疲れてしまう、そういったこといろいろあると思うんですけど、高速道路ずっと乗ってきて、そして一部市街地走行をしてくる中で、そういった緊張感だったり、あとはうるさいっていう感覚だったり、そういったものもかなり抑えられていて、このぐらいの走行であれば何の不安もなく乗れる車かなと思います。軽自動車でスーパーハイトワゴン、そしてターボもついていない車乗ってきたんですが、安定して乗って疲れることなく走ってくることができました。ただ強いて言うのであれば、やっぱりプロパイロットは欲しいです。日産の走行支援技術プロパイロットがついていれば、高速道路の走行中、アクセル、ブレーキの操作、そしてステアリングの操作まで車が支援してくれるので、走行は本当にもっと楽だったんじゃないかなと思います。特に私久しぶりにプロパイロットのついていない車で高速道路を乗りましたので、なおさらそんな気持ちになりましたね。普段から高速道路を乗る、遠出をする機会が多い、そういった方はやはりプロパイロット付きのモデルをおすすめしたいなと思います。ただしこのプロパイロットがなくてもルクス、高速道路長距離走行結構疲れずに走れるということが分かりました。家族で乗るときも、そしてお一人で出かけるときも、このルクス、運転しやすい車ですので、ぜひおすすめしたいなと思います。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんので、おすすめです。また今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。